この鹿児島という今土地がもう今静岡を抜くかどうかというぐらいまで非常にお茶の、まあ、産地であるというふうになっているのも面白いなというので、まあ、今回はまず池田さんから行くことになりました。南北600キロある中で離島を含めて南の方から北の方までお茶が取れるのでですね、いろんなバリエーションのお茶が取れるんですよ。まあ、そういう個性もあったりするので、やっぱ鹿児島面白いですね。お茶の生産者さんっていうのはやっぱり畑に関してはやっぱりプロなので、自然と向き合ったりその調和を取ったり、それを私たちが預かってまたより美味しいものに仕上げていく。最初の仕入れる時で大体これ何使おうっていうのが決まってます。もう感覚で頭にあるというか、こういうお茶はこんな感じだなっていう絵である。もともと自分が育った環境っていうのが、まあ、お茶屋の店舗の上が住まいだったので、まあ、やっぱり生まれた時からずっとお茶の香りを嗅いで育ったというか、お茶の香りに包まれて育った環境があって、結構そういうところでお茶のいい香りっていうのはずっと養われた感じがあってですね、目指してるお茶っていうのがあって、要は口に運んでいく過程で香ってくる香り、含んだ時の甘み、喉を通る時の喉越し、最後イガイガしないような後口の良さで、飲み込んだ後鼻に抜ける甘い香り、この5つのポイントを目指してお茶作ってるんですけど、まあ、それが醍醐味でやってますね。もう池田さんのところは非常にこう海外への戦略というのも重要視して、まあ、その中で今抹茶、飲むだけの抹茶ではなくて、やはりこのパウダーにすることによっていろんなものに使える抹茶という需要が非常に伸びているというところもあって、まあ、工場を作った。まあ、海外の方って抹茶っていうものがちょっと違った思考でとらわれてるというか、一つのフレーバーとして考えられてるので、飲むだけじゃなくて、まあ、薬としてとかサプリメントとしてとか、まあ、工業製品としてとか化粧品としてとか、そういう多様性があるような、なんていうかな、可能性があるものになってきてるかなって感じはします。日本茶自体をもっとやっぱり身近な感じになってほしいかなっていうのはありますね。日本人もそうなんですけど、まあ、海外の方にも日常楽しんでもらえる抹茶であったり煎茶であったり、どこかしらその日常で過ごしている時間に抹茶があり煎茶がありとか、そういうのができれば本当に幸せだなと思いますね。